諦めよ。いかに最強を誇る気候とはいえ、術者なしではこのリベルレギスにかなう道理はあるまい。無駄なこと、雲海の闇、道連れにするつもりか。往生際が悪いぞ。落ちろ。損害率 33%、 戦闘性能 18% 低下、駆動システムおよびメイン動力の一部損傷。追跡しなくてよろしいのですか、マスター。構わん。キャッツは間違いなくあの町に落ちる。全ては運命の刻むがままに。そして運命の輪は常に世の支柱にある。イエスマスター。万物はマスターのもとに集い、かしづき従うのが正しき姿。全てはマスターの御心のままに。
どれだけの人が飢えに苦しんでいるかを考えたことがあるか。この冷血感だもん。全員そこに直れ。貴様らに地球を救う愛の偉大さ加減を直接体に叩き込んでやる。わーい、クロウが怒ったぞ。逃げろ逃げろ。無事に返して欲しければ飯を用意しろ。今すぐにだ。つうか急がないと俺が死ぬから。あーちくしょう、動き回ったからなおのこと意識が朦朧としてきやがった。死ぬのか、ここでスタッフロールか。あらあらあら、クロウちゃんたら向こう岸に渡りかけちゃって。やっと落ち着いた。満足満足。はい、お粗末様。それでね、クロウちゃん、お話があります。はい、そこ。すっかり何の遠慮のかけらもなく食後のお茶を楽しんでいる場合じゃない。しかも勝手に。いや、まあそこはどんまいで、なんだよ改まって。どんまいって何が。いえ、それはまあ別にいいでしょう。ではクロウちゃん、単刀直入にお話ししますよ。はいはい。
働けよ。いや、シスター、俺は別に怠けて働かないのではなくて、働きようにも仕事の依頼がないからなんだけど。そんなヤクザな商売をやっているからよ。いいですか、人間真面目にコツコツ働くのが一番なのです。天は自らを助くる者を助く。だからクロウちゃんも努力しなければいけないんですよ。はい。ヤクザな商売ってのはあんまりじゃないか。俺はお天道様に逆らうようなんなやましいことはしてないぜ。多分。何を言いますか。どんなに言い繕ったところで、所詮やっていることは他人のプライベートの盗み見ですよ。探偵なんてお仕事は。世の中には不可欠な仕事だよ。うん、俺は俺の仕事にプライドを持って接してるんだ。いくらライカさんにでもどうこう言われる言われはないぜ。その誇り高い仕事の最後の依頼がいつでした？今までどうやって生活していたんだろう。俺、毎日たかりに来てたじゃない。この前一度本格的にお説教したらひねくれちゃって、しばらくは姿を見せなかったけど、まあ時間の問題とは思っていましたね。もうクロウちゃんったら本当に解消なしなんだから。所詮人は一人では生きられぬもの。追い詰められるとカッコつけて逃げようとするのはクロウちゃんの悪いところ。結婚しようかシスター。断る。へえ、いいもんいいもん。こうなったらまた飯をたかりにたかりまくってやるからな。覚えとけ。そんなにも後ろ向きな発言を、そんなにも前向きな態度で言い切りやがりますか、クロウちゃんは。第十次クロウは男だからな。なんでそう間違ったプライドにばかり全力で忠実かな。帰る。ちょっと、話がまだ。クロウちゃん、学生の頃はまだしっかりしてたのに、どうして大学辞めちゃったの？ただ単に落ちこぼれただけだよ。よくあることさ。じゃあね。
おやすみ、ライカさん。身の程を知らないと道を踏み外すつうことだよな、教授。明日に明日の風が吹くだ。頑張れ、俺。
腕を広げて気まぐれに因果もたらす開けますよ。はい、どちら様？こちらが第十次九郎様の事務所ですね。ですけど、何か仕事の依頼です。あなたにこそふさわしい仕事です。第十次九郎さん、自己紹介がまだでしたね。私の名前は波動瑠璃、そしてこちらが執事のウィンフィールドです。
それで、あなたのような高貴で完璧超人なお方が、私のようなボウフラにも劣る社会のクズでゴミで散りやくたで、むしろ生まれてきてすいませんって遺書を書き残して首くくって死ねえな人間に仕事を依頼するですと？幻想しているのか卑屈なのか皮肉なのか判断に迷う言い方ですね。いえ、それはともかく、その通りです。大十字さん、あなたに探していただきたいものがあるのです。わざわざこの俺に？なぜ？先ほど申しましたね、これはあなたにこそふさわしい仕事だと。そう、この仕事はあなたが適任なのです。他のどんな探偵よりも。それはどういう意味？あなたに探していただきたいのは魔導書です。それも本物の魔術師たちが使うような力のある魔導書を。なおのことわけがわからないですね。魔導書なんて、そんな怪しげなもんと俺とに何の接点が。第十次クロウ、ミスカトニック大学に入学するも2年で中退。記録上の専攻は考古学になっていますが、事実は異なります。大十字様、あなたがミスカトニックで学んでいたのは陰秘学、すなわち魔術理論をあなたは学んでいた。あんたら一体どこまで。申し訳ございません。誠に勝手ながら、いろいろと調べさせていただきました。ミスカトニック大学は、隠蔽学科の存在を公にはしていない。あなたのような方を探すのは一苦労でした。知る者しか魔導書を理解することはできない。だからこの仕事は普通の探偵には無理なのです。そう、あなたでなければならない。俺は落ちこぼれだ。初歩的な魔術だって行使できないぜ。それでも魔導書の閲覧まではクラスが上がっていたはずです。あんたらなんで魔導書なんて探してる？いいか、魔導書ってのはほぼ例外なく下道の知識の集大成だ。そんなものを必要とするなんてろくなもんじゃねえ。ま、それ以前に素人が手を出せば痛い目を見るだけなんだけどな。デモンベイン。私の祖父が残したブラックロッチに対抗するための手段です。ブラックロッチについては詳しく説明する必要はありませんね。ああ、ブラックロッチが破壊活動のために用いる巨大ロボットは、科学と錬金術が生み出した脅威。すでに治安警察の対応能力を超えています。加えてブラックロッチの頂点に立つマスターテリオンと幹部たち、彼らは本物の魔術師です。
本物の魔術師の恐ろしさは大十字さんの方が詳しいのではないでしょうか。直接お目にかかったことはないけどね。想像はつくよ。アーカムシティと共に生き続けた我々波動としては彼らの横暴をみすみす見逃すわけにはまいりません。しかし魔術に対抗できるのは唯一魔術だけ。そこで私の祖父であり波動財閥の創始者でもある波動光三は彼らへの対抗手段に魔術理論を導入しました。それがそのデモンなんたら。その通りです。しかしデモンベインを起動するためには魔導書が必要なのです。魔術師は魔術の講師に魔導書を必要とするように。デモンベインは祖父の形見なのです。私はそれを無駄にしたくない。大変な仕事だということは分かっております。無論報酬はそれに見合った額とさせていただきます。まずは依頼料と必要経費ということで。魔導書を見つけてくださればさらに成功報酬をお支払いします。引き受けてくださいませんか、大十字さん。引き受けましょう。アーミティッチのじいさんに頼み込めばなんとかなるかもしれないけど、
関わりたくねえしな。